はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。信長の野望創造 with パワーアップキットですね。続きをプレイしていきたいと思います。プレイしている武将は、石田三成ですね。前回ですね、伏見城攻めということで伏見を攻めたんですが、今回はいよいよ関ヶ原の戦いにおそらく向かっていくのかなというふうに思っています。勢力図はこんな感じですね。前回も見ていただいたと思うんですけど、徳川、毛利、島津、豊臣、宇喜多、前田、上杉、まあ、このあたりが有力大名ですね。では早速やっていきましょう。まず沢山からですね、出陣設定で三成を出陣させます。目的はですね、大垣城に、左近と三成を集結させる必要がありますんで、まあ、その目的のために三成を大垣城に出陣させました。で、この後はですね、おそらく何かしらのイベントとか何かしら始まると思うんですけど、まあ、それに向けてというとこですね。入城させます。はい、達成しましたね。これで石田三成と島左近が大垣城で木を待つというイベントを達成しました。そして関ヶ原の決戦に臨むというイベントが始まりましたね。鳥居元殿の激しい抵抗を受け、伏見城攻めに手間取る間に、そうですね、まあ、実際3ヶ月ぐらいかかっちゃいましたからね。素早く反転した東軍の先鋒は、西軍に味方していた岐阜城を陥落させると、三成の計画は狂い始めていたというところでイベントが始まりました。大谷義次、三成、我らが勝つ道はただ一つ、関ヶ原にてナイフを叩くのだと、いずれ窮するだろうと言ってますね。この戦いに勝たないと。で、核翼の陣を引くみたいですね、西軍は。島左近、これは三成の家臣ですごく武勇たけた武将ですね。核翼の陣を引いて左近がすごくいいねと言ってるんですけど、大谷義次はあんまり良くないよと言っています。なんでですかと。右の翼が根腐れしておると。どういうことでしょう。吉川、そして小早川、まあ、これ裏切り者ですね。ナイフに通じてる。ナイフっていうのは、家康のことです。で、金吾っていうのは、小早川秀明のことですね。金吾、小早川秀明には我らに味方すれば関白の座と播磨一国、大海に処理をあげますよと言ってあるんですよと三成が言ってますが、秀明はもとより我らを憎んでいるんだと。秀明はお前が弱るのを待つ、お前が弱みを見せたのなら、狼のごとく襲いかかるであろうと言ってきてますね。弱みを見せないで戦えばいいと言ってますけど、どうすればいいんだろうか。何から何までありがとうと、友情ですねこれは。この戦勝ち目は薄い、兵の数に差がありすぎる、されど太閤殿下にもお認めいただいた我が軍略と。大谷義次はですね、太閤殿下、まあ、秀吉ですね、秀吉からは100万の軍勢を大谷義次に与えて自由に指揮させてみたいと、そういうふうに言わしめさせたほどの軍略の持ち主なんですね。大谷義次に期待しましょう。イベント回戦を行いますか。回戦しましょう。これで始まるんだな、きっと。晩秋の濃霧が兵士たちを静かに包み込む。
かっこいいな。関原に布陣した徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍、両軍が睨み合いを続けたまま、すでに2時間が経とうとしていた。これ福島正則だな。待たれよ。今日の先手は我らが役目。何人たりとも通り抜けるは許さぬぞ。これはお役目ご苦労。ん、いい直政だ。我らは松平忠義様の初陣に備え物見をするだけのこと。案ずるには及ばぬ。若びばいい直政ですね。忠義のためだと言われると揉めるわけにもいかず、福島軍もしぶしぶ直政の通過を許した。鉄砲隊玉込めせよ。よろしいので。構わん。この天下分け目の大戦、先駆けは我ら徳川でなければならん。始まるぞ。先陣を切る。破棄き赤備えよ、我に続け。抜け駆けとは感心せん。皆迎え撃て。頼むぞ浮田。浮田が戦見せつけてやれ。おのれいい目が。抜け駆けとは卑怯な。おのども突っ込め。遅れを取るな。いい直政の攻撃始まった。東軍西軍の諸隊が交戦を開始。天下分け目の戦いがここに幕を開けたのである。よし頑張るぞ。さてとどうするか。良いか三成、申した通り敵にも味方にも弱みを見せてはならんぞ。我らが敗走することなく敵を一軍ずつ潰していくのだ。なるほど、三成と義継は敗戦してはいけないわけですね。そしたらですね、脇坂こいつも裏切るんだよな。裏切るんでむしろちょっと前めに出しておきましょう。で三成がやられるとまずいんで、三成はちょっと下がりましょう。で、浮田はですね、ちょっと前目に出しときますか。早速ですけども、正射しましょう。で臨戦です。こっちに移動させて7本槍。脇坂も打って出て一気に決めさせましょう。福島正則。そしたらこれでいいですね。よし混乱させた。一気にいけ。そしたらこのスクリーミー承知しました。行くぞ。かかれ。一気に叩き潰せ。ん、イベントが西軍の敷いた角翼の陣、その右翼を担っていたのは吉川、毛利、長宗我部ですと。吉川博衛は戦いが始まっても動かない。動いてくれ。吉川が動かないんで毛利も動けないんだよと言ってますけどね。もうとっくに霧晴れてるよと言ってきて、もう長宗我部はね参戦したがってるんですけどね。弁当食ってて動けないと。勘弁してくれ。
さてとこれでよし。承知いたしました。これで決まりだ。誰に続け。臨戦行くぞ。あれぞ行くぞ。かしこまりました。そしたら一旦下げましょう。承知いたしました。義経は一旦下げて、やれ脇坂に、東道隊の相手をさせておきましょうね。そしてここでまた、カットインが入りましたね。島津も動いてくれなかったからな。自分の将、これは三成のことです。よく戦っておる。大谷行部の手並み。義継はその役職から行部の将っていうね、役職についてたので、大谷行部ともよく呼ばれてたんですね。義弘が参戦してくれんのかな、これは。よっしゃ頼むぞ義弘。さあ動いてくれた。そしたら早速ですけど動かしましょう兵を。脇坂が東道隊と戦ってる間に溜まってるやつはいないか。溜まってるやつはいないね。溜まってるやつはいないか。かしこまりました。やれ。よし背後に回れ。完全に背後に回ったぞ。そしたらこっちも背後に回りましょう。すぐに片付けてやるさ。かしこまりました。そしたらしまった。こっちに向けて死体と細川の部隊が正面を向き合うようにしますね。で、三成と始末で挟み込みましょう。うわー、長政か。うわー、長政も来た。ただ直政の部隊はなんとかなりそう。いいかな。行くぞ。三成はもうちょっと下がって。そしたらここで一斉停車しましょう。これで終わり。
で小西隊も長政の後ろに回りましょう。これで撃滅したかな。お、森近が来た。森近も来た。よしよしよし、んいいぞ。秀明、自分の将関白の約束を忘れるなよということで来てくれた。小早川も寝返らずにこっちに来てくれた。そしたらですね、どうするかというと、この辺まで兵を進めましょう。で長宗壁も兵をこの辺まで進めましょうかね。ああまたまたまた、あんまり前行きすぎると危険だな。この辺までにしとこう。で一方ですね、まあそっちはもういいかな。で三成を、三成もこの辺まで進めますか。でもうそいつもほっといていい。承知しました。これで決める。何、まだまだ来るか忠興。承知いたしました。さあどこにいるか、家康がどこにいるかだな。脇坂も前にぐーっと出てきて、承知いたしました。ちょっと待ってね、どこにいるかわからない。きっとこの辺に今いるはずですね、家康が。かしこまります。となると後ろに回りましょう。承知しました。で承知しました。かしこまります。なに、思ったより全然違うとこにいた。まずい、これはまずい、持たないかもしれない。というわけで急いで急行させましょう。ちょっと前に来てんじゃないかなと思ったんですけどね、予想とはちょっと違う方向に来てましたね。お任せください。なんで秀明の部隊も後ろに回します。で島津も全然部隊に兵力ないんで特攻させましょう。続け。かしこまりました。で溜まったやつからやってけ。まずは突撃。やれ。臨戦。やれ。承知いたしました。さあ溜まったやつからどんどん追いかけろ。小早川はこう回ってもらって、浮田もかしこまりました。回しを取る感じ。引くぞ。うわー、小西がやられたか。会えるぞ、会えるぞ。さあ溜まったやつから入れ。溜まったやつからどんどん仕掛けろ。会えるぞ。かかれ。これで決める。うわー、トンボ切りか。これ強いよな。行くぞ。
しました。は、続きなさい。続け。ちょっと三成は下がりましょう。壁もかしこまりました。やれ。行くぞ。承知いたしました。かしこまりました。ここは引きます。うわー、脇坂も頑張ってくれたので、もいやー、トンボ切り来た。続け。かしこまりました。かかれ。我らが攻めに耐えられるか。かかれ。していくしかないですからね。家康に勝つには。行くぞ。行くぞ。どうした？まずいか？やられるか？どんどん攻めろ。なんか溜まってるやついないのか。お、溜まってる。いやー、トンボ切り来たー。きついなー、ここでのトンボ切りは。お、よっしゃ、家康が混乱してる。今だ、一気に攻めろ。続け。行くぞ。やれ。一気に攻めろ。攻め立てろ。勝負を決するんだ。決しろ。決しろ。決しろ、決しろ。決めろ。決めちまえ。決めちまえ。混乱してる間に決めろ。続け。我に続け。これ見ると包囲されてますね、完全に。よし、勝った。家康を撃破しました。いやー、厳しい戦いだったな。やったー。というわけで関ヶ原の合戦に勝利しましたね。関ヶ原の激戦は終わったと。石田三成らの奮戦により家康の調略は功を奏さず、西軍が勝利をつかんだのである。
素晴らしき戦であった、大谷義次は目がもう見えないんですね、病気で、それでも鮮やかな勝ち戦が見えると言ってくれています。三成、お前は時代の天下を担う者、これよりは横柄な態度を改め皆の信を集めることに努めねばならぬぞと、大谷殿そのくらいで今は勝ち戦を皆で喜ぼうではないかと、勝ち戦終着であったと言ってくれてますね。清正めを叩かねばならぬと。雪永、小西雪永もクリスチャン大名なんですね。やったー、危なかったな。なるほど、ナイフがまだ、家康はまだ生きてますからね。やった。断るんだ。関ヶ原勝ちました。というわけでちょっと長くなりましたので、ここでセーブして一旦終了したいと思います。今回関ヶ原の、ほとんど回戦だったんですけども、最後までご覧いただいた方ありがとうございました。次回以降、まだ家康徳川の、勢力全く衰えてませんので、そのあたりともね対決をしていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。